自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日また縫い物のビデオをアップしたいと思います。今日作るのは最近流行りのこのヘアバンドです。ターバンとも言うんでしょうか。こちらとっても簡単に自分でお家で作ることができます。なのでこれを皆さんと今日一緒に作っていきたいと思います。このように中心でクロスしているもので大人用とあと赤ちゃん用サイズを変えて、縫ってみました。もちろん皆さんご自身が頭の周りにぴったりのものを作っていただけますのでサイズは調整が可能です。このように中心でちょっとクロスさせてあげるだけで本格的に見えますので、お家にある余っている生地で作っていただけます。ではどのように、作っていくのかを見ていきたいと思います。私が使ったのはストレッチ素材の生地です。これを使うことでゴムを中に入れずとも、ヘアバンドとして十分機能しますので、ぜひストレッチ素材のものを使ってください。そうすると、とても簡単にゴムを入れる作業なしで編むことが、縫うことができます。さあで、2本このように同じ大きさの布を、長さ用意してください。だいたい私の場合は15センチ ×2 の幅ぐらいに、切っています。これは、折り返しというか、山折りにして、縫い上げていきます。一つの大きな長い筒のようにしていきますので、幅は今30センチありますけれども、だいたい出来上がりは、15センチよりもっとねキュッとちょっと縮まりますから15センチ以下ぐらいになります。だいたいそうですね、15センチ ×2 ぐらいの長さにしておいてください。で、もちろんこの布の長さは頭の周りぐるっと一周する長さです。なので、ちょっと引っ張り目につけてもらって、もちろんターバン止まらないとダメですから引っ張り目につけてもらって、縫っていきます。ではこのように綺麗な面を裏側に中側に折ってこうやって縫っていきましょう。さあ、でいつもこのストレッチ素材のものを縫うときはストレッチ素材用のものの針をつけてください。じゃないとちょっとね生地とうまく相性が合いませんので、ぜひストレッチ素材用の針を、針に付け替えてください。さあ、2本このように縫えましたら裏返していきます。このように裏返すことで筒にしていきます。さあでそしたらこのようにクロスしていきますが、まずこの今縫った縫い目を中心にくるように持ってきてください。両方ともですね。でそれができたら重ねていきます。この縫い目がそれぞれ重なるように持っていきたいので、下の分は縫い目が上に来るように、で上に重なる分は縫い目が下に来るように、このように中心でクロスします。こうですね。そしたら下のものを持ち上げてもらってこのように取る。で下のものをこのように取る。でそしたらもう簡単にクロスが出来上がります。でこれですね、このようにできたらばこうやって今ね、持ち上げた2本の筒を中心でくっつけるようにここに待ち針を留めます。広げてみるとこんな感じになりますね。よいしょ。ここで待ち針を留めて、でミシンで縫います。でこれちょっとキワキワでミシンをかけていってください。このように出来上がります。こんな感じですね。でストレッチ素材はあまりほつれてきませんのでこのままで大丈夫です。で今縫ったところですね、縫い目のところをこのようにそれぞれ
ちょっとね余ってますよね、縫い代余っているところを内側に揃えて重ねます。こんな感じでしょうか。でここを、中心としてヘアバンドとして留めてもらったらもう完成なんですけれども、これね、縫い目のところを留めてもいいんですが、留めないままでこうやっているとただの長い紐になっちゃうので、そうした場合はこのようにクロスしてからぐるっと二重に重ねるとクロスのあるターバンに戻ります。でこれが壊れてしまうのが嫌だっていう方、一本のね長い紐になっちゃうのが嫌だっていう方は、この中心に待ち針を留めて、縫い目の上にもう一度2本重ねて縫ってあげると、この重ねた位置がずれずにターバンとしてクロスしたままで残るようになりますから、まあそれが嫌だという方は縫ってしまってください。でもちろんですけれども、縫う前にちょっとね頭の周りにつけてみてサイズ感どうかを確認してから縫ってしまうといいと思います。でこれね、こんな風に、もちろんちょっとバリエーションをつけて、クロスの部分を太めに、で下に行くに向かって細めにとか、そういうことも、裁断の時点でちょっとバリエーション聞かせられますので、ぜひ皆さんそれぞれの好きなデザインにしてみてください。で赤ちゃん用ももちろん赤ちゃんの頭の幅に合ったもので作ってもらえば簡単に同じようにできますから、ぜひやってみてください。さあ、いいねを押してもらってチャンネル登録してもらえると嬉しいです。次のビデオで会いましょう。